宮野市にオープンする注文に時間がかかるカフェでは、今日午前、接客を担当する若者3人がリハーサルに臨みました。このカフェは喫音のために会話が苦手な若者に自信を持ってもらい、周囲にも理解を深めてもらおうと、去年から全国7カ所で開かれていて、九州では初めての試みです。で、私も幼少期に喫音症があったので、理解していただけなくて不安とかトラウマとかもありました。普通の方と接していただくように、自然にお話ししていただけると嬉しいなと思います。カフェは宮間市の大黒園で今日午後4時まで2部制で開かれ、先着40人が利用できます。